クライリックさん、めちゃめちゃ声かっこいいじゃねえかよ。ムカつくなこの野郎。てかバル初めてスプリットランク行くんですけど、全く座学も何も学んでません。だけど乗りた雰囲気で行ってみようと思います。正直やることは変わらないと思ってます。ただ敵を倒すのみ、いや殲滅するのみ。初っ端のエースあるんちゃう？そんな気はしてたよ。ナイスーナイスです。ナイスです。じゃあはい、こいつらのノリ最高かよ。ノリつけのやつにも見せてあげたかったよ。だからもうこういう向かうとね、だいたいね左張りつきるとかね思っちゃうんですよ。どのランク帯もやること同じで、くさあいつやけに釣りすぎじゃないかい。ちょっと手前フラッシュ入れてケアした方がいいと思ったんだよ。無念、俺は嗅覚が良すぎる上やばい野良を嗅ぎつけてしまう。ですね、マップ変わっただけでやることはあの敵一緒だと思います。これだからいつも通り敵をぶちのめしていくよ。セカンドラウンド取られたのは気にしないでいこうよ。最強セリフを見せる時が来た。話と違えじゃねえかよ白髪女。マジで何も知らないからね、どんどんやってね、これ開拓しなきゃいけないんですよ。まだ新マップもやってないし。なんだその目。ナイス。とりあえずオーブ取るけど、これ木うぜえな。そこにあるとオーブ。待って、ここになって味方が来てないことに気づいた。ウィーン、ガチャ。まんまあまあまあ、私の頭のマップですね。敵の居場所も頭入っちゃいますよね。はい、ナイスです。これ俺とこ来てるやん。って逃げたい、食らいたくないで、嫌だこの流れ。もうおそらく B だわ。おお、あぶねえ、あぶねえな、あぶねえな。父、出してくれねえか。いるだろ、いるだろ。一回火投げる。二人ともやっちゃった。入るよ。せあー、強い強い味方。これが新マップの B バーさん。痛い。ここでウルト使って挟んでみるよ。おそらく仲いると思うんだよ。でもこんだけキルジョイのやつたら多分いないな。チーティキルジョイ見てます。いやーごめん、とりあえずホットハンド入れたけどできないよね。ちょっと時間待つか。からのカーテン、これで入ってきた瞬間に敵を一掃することができる。それか消えるまで待つしかない。 100% 食らう。うひゅー、ナイス。お金は触れます。これも分かります。はーい、俺も多分普通に買わないと食べるわ。はーい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は潜伏マスオだから今お願いしますのところマスオさんで話しそうだったよ。前目いなそうではあるけど、ここにいないという確証はないから、とりあえずフラッシュ入れて。よしおとした。どんなところで何してるんだい戦国さん。あのね、 CT に今目たかれてるけど、こういう時前行っちゃいました。フェニックスならナイス、ナイスカバー。いやこれ結構やばい。いや最初ラスト奥側、ナイストライ。うわっ、アップねー。忘れた頃にやってきやがったよあいつ。今向かう、あ、いやこれね、このフラッシュ 100% ですよね。だってそのロング避けるとこないから、ほぼフラッシュの餌食だよ。ひじきにして食ってやろうか。ナイス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 。ブラボー、長友選手ですか、もしかして。フェニックさんどうなんですか。ブラボー、うま、ちょっとそんな流れされたらやりたくなっちゃったじゃないか。やばい、ちょっとうわマジありがとう。ウルトで入る。ま、何が学んだい、もしかしてこの話かい。オッケーカバー、ナイスおとり、来いよ。やっちゃったいやー、ナイストライ。ごめん、あれっすか、バルチャー仕方ないよ。マジなんかブルックいるな。でもあの人そんなランク高、この人そんなランク高くなくね、あのあれって。いや僕ダイヤだよ。あの TikTok の人ダイヤでしたっけ。あ、そうです。はい、そろそろこいつやっちゃってもいいかい。ほんまだ、ランク低そうで悪かったな。ツイッターに今ランクどれくらいとか上げてるから絶対見てくれよな。フィノソルめっちゃファンなんすよ。
うん、ファンなら3つけようか。ファンなのに分かんなかったってことでいいですね。環境なんか低いとか言ってましたよね、しかも。やっぱ悪口ですよ、なんか低いわ。うるせえ、まだ黙れ。待って、政治クラリックスさんの声にしか本当に聞こえない。開幕ワンピック狙うよ。ああ、ショートめっちゃする。ブラッシュ、にゃっ。とりあえず降りる。痛い、足折れた。誰か包帯持ってきて。あ、タルコフのやりすぎ、にゃっ。あのね、最近ね、ちょっとランクでね、声真似の動画を上げるかすごい迷ってんだよね。なんかランク高くなってきて、さすがに味方に迷惑で、なんか怒られたりするの怖いなって思ったりしたり。でもキルすればそんなん言われないじゃないですか。だから僕もっと頑張る。だから敵を倒す。心待ち方は結構エロいと思うんだよ。いや、下がんの遅い。おそらく裏取りはバレてると思うけど。マイクルな、まだ1枚、2枚、あと1枚。くそー、俺の出番が来たや。よい、そういえば俺スプリットミッドが得意だったんだ。頭、よし。エンジンや排除。待って、めっちゃ来てる。だからすれ違い通信。何回来てる。あれやだ、何回来てるんですけど。わあ、落ちてました。見れました。大好物じゃないですか。僕を何だと思ってるんだい。ミニマファントムっていいですよね。アグネスちゃんのそのイントネーションで言うのやめろ。子供に勉強勉強って言いたくないですよねの言い方やん、それ。いや、さすがにそのピーク舐めすぎ。死ねえ。もう一枚行くんだろ。死ねえ。やばい、このままエース狙っちゃおうかな。うわ、そ、ずっといたの。ちょっと今回フラッシュないからね。フレーム、フレーム、あぶねえ。いや、そこ見てんのキモすぎだろ。最近シェリフのコツつかんだから、兵士を一発って、この武器最強だろ。この流れでリベンジあって。なんで毎回喋り出した時に来んの。また探偵いたの。わあ、味方のサイファーマジで強すぎるよ。わあ、美味しいところ、ありがとうございます。最後美味しいとこ決めて、かっこよく。なんであいつ逃げるんだよ。ニュータイプだ。ナイスカバー。一回カーテン叩こうと思ったけど、今のは何もなかった。わわわわわわ、すごいやり合ってる。わわわ、ゼンジさんのお尻でかい。でかいって言っちゃダメだ。女性にでかいとか絶対言っちゃいけねえんだ。ちょっと歯茎出しちゃったよね。わー、ナイス。あらした、動画かありがとうだよ。しないよ。